コンビニ行く常連さん。さあ、今日はですね、コンビニに来る常連さんというゲームをやっていきたいなと思います。主人公は一人の少女です。少女がコンビニでね、アルバイトしてるわけなんですけども、そこに来る常連さんがホニャララコートかということでね、とある危機が迫るのか、はたまた普通に終わるのかと、終わっちゃうわけないだろ。普通にありがとうございましたで終わるのか。どうすんのこれ、普通に終わるのか。これはさ、ホラーゲームなの？これはですね、ノベルゲームということで、文章を読みつつ、その選択肢が分かれていくので、自分たちのね考えを選んでですね、物語を進めていくということで。なるほど。一回ね、これやったことがあるんですよ。なんで、まあ大体全部掴んでるんですが、みんなにはちょっとね、あの初体験ということで、完全に楽しみながらやってもらいたい。わかりました。これでも2回見ても僕面白いんで、結構ね、ハマったゲームということで。はいはい、やっていきます。いらっしゃいませ。これ1日目。さあ、誰から読むかこれ。あ、じゃあ、はい、お、どうします、じゃあもう初手ルート君から。お、じゃあ行け、頑張れ。読むの得意だもんね。あ、ちゃんと少女っぽく。私の名前は佐野真奈美、18歳。おー、真奈美ね。真奈美18歳。真奈美、はい、18歳なの？18歳です。なんだなんだ。今年の春から大学生になり、それに伴い一人暮らしを始めた。18歳から成人ですからな。確かに。親からも仕送りはあるけれど、それだけでは生活が厳しいため、私はバイトをすることにした。偉いじゃん。いいね、まなみ。そこで始めたのがコンビニでのバイトだ。いいじゃない。職場は家から近いし、コンビニなら楽に稼げそうだからと軽い気持ちで働き始めたのだが、結構きついんだよ。とんでもない。思っていた以上に大変な仕事で、私は失敗ばかりしていた。はいはいはい、本当に最悪。イケメン？マスクイケメン。店長。店長誰？店長、佐野さん。あ、じゃあ佐野さんじゃないな。店長。本当にやったんかお前。あれこれな。いや、主人公に話しかけてるだろ、どう見ても。佐野まなみちゃんで店長か。はい、すいません。店長役の人。イケメンだから、もうそれは里見くんなんじゃないの？あ、え、僕ですか？うん、一番イケメンな声でやって。うん、佐野さん、ホットスナック作り忘れ。やだこの店長。これじゃあすぐに売り切れるぞ。ちょっと狙ってるよ多分、マナミのこと。すみません、今から作ります。違う、カードをチャージするのはこのボタンだ。すごい、ちゃんと叱ってくるタイプ。このブス。言い過ぎ、言い過ぎ。かわいそうだよ。泣いてる、泣いてる。マナミンがかわいそう。泣いてる、泣いてる。そうやって謝るくらいなら、ちゃんとメモに残しとくなりして、余計な手間をかけさせないでくれるから。かわいそう。店長怖い。私も商品の発注とかいろいろやることがあるんだからさ、うん、佐野さんもここで働く以上、プロ意識を持ってくれないと。すごい厳しい。かわいそうに。あれ、やばい、めっちゃマナミメンタル強いな。こんな具合に何回もミスをしてばかりいた。マナミ、謝ってばかりいた。正直だいぶ落ち込んで、私には向いてないのではないかと思って、一瞬やめることも考えたり。裏垢で店長の悪口言ってるらしい。持ち前の明るさを生かして、絶対つぶやくな。これは元気な挨拶と笑顔を絶やさないように言われた。業務スキルはまだまだだけど、明るい接客なら私にだってできる。頑張れ頑張れマナミ。お客様の中で私を応援してくれる人も出始めた。私を応援してくれる人。そんなことあるんだ。リスナー出てきちゃった。ワンついちゃってるよ。徐々に私もこの仕事に慣れ始めていた。そんなある日のこと、物語が動き始める。おっと、おじさんだ。まあどこにでもいそうだよな。佐野ちゃん、今日も頑張ってね。あれあれ、林さん、いらっしゃいませ。いつもありがとうございます。何も読み出したわあいつ。この人は林さんで、私がシフトを入れている日は必ず来てくれる常連さんだ。なんでシフト知ってんだろうね。毎回何かしら一言か怖いけど、普通に声かけてくれて、とても感じのいいお客様だ。あれ、なんか最近レジの手際も良くなってきたんじゃない？気持ち悪いな。なんだろう、さらさんうまいなあいつ。読み方なんかな。気持ち悪いな。怒られることも減ってきたんですよ。それは良かった。今の笑い声なんなの？サッカーといたい。それは良かったね。店長さ、ちょっとおじさんが頑張ってイケボ作ろうとしてる。わざわざ取らなくても、触りられながら言ってんだよね、多分。ちょっと手とか撫でてんだよね。やだ、林になりきってるから。店長もさ、わざわざ怒鳴らなくても、もっと優しく教えてあげればいいのにね。正直すごく辛いでしょ。読み方のせいでなんか、あ、え、
さあここで選択肢が来ました。主人公はどちらを選ぶのか。さあでもその分成長できたっていうポジティブな意見と、ぶっちゃけな、楽に稼げそうだからここで働いてるしな。そうだよね、成長とかどうでもいいからな。確かに正直嫌い、ぶっちゃけ正直嫌い。あ店長、あ店長のこと嫌いなの。正直ちょっと怖いですよね。さゆうかぶっちゃけ嫌いです。お客さんにこんなこと言うの良くないよね。良くないよね、正直に言っちゃう。絶対首。佐野ちゃんも言うね。嫌だな。店長の言うことは話半分で聞いとけばいいから。言ってることはおかしくない。これから何か嫌なことがされたらどんどん俺に愚痴言っちゃってよ。冗談ですよ。でもお気遣いありがとうございます。林さんいい人だな。ついに林さんの口車に乗せられて、いい人かな。なんか軽口を叩いてしまった。でもちょっとスッキリしたかな。よし、これからもコンビニバイト頑張るぞ。頑張れマナミ、頑張れ頑張れ。さあ2日目、あ2日目早いよ。早くない？2日目過ぎんの早いよ。2日目早いやん。2日目のマナミはちょっとリヌ君がマナミやった方がいいじゃない。おはようございます。わあマナミどんどん声が高くなってきてる。どんどんね、1日ごとに声が高くなる。やばいでしょ。何やったんだ。あれ今日はコンビニでバイトだ。お午前中は大学で授業を受け、それが終わったと林さんになってた。5時間のシフトが入っている。つまりバイトが終わると夜の11時頃になる。結構ハードだな。お給料が欲しいから頑張って働いているけれど、それでも大変だな、ね、うわ来た、また来たよ林。いらっしゃいませ林さん、本日もご来店ありがとうございます。お佐野ちゃん今日も元気いっぱいだね。キモいな。じゃあこれよろしくね。怖い。はい、商品をお預かりいたします。ガチャンと林さんが買い物かごを置いた。佐野ちゃんの方が怖くない。なんか佐野ちゃんなんか2日目にしてだんだんおかしくなってきてない。大丈夫。豚ロース弁当、コーラ、チョコレートが、カップラーメンが入る。イントネーションどうした。380点が1点、130点が1点、146点がベテラン感出さないで。いや佐野ちゃんの笑顔を見てると日々の仕事の疲れも癒されるよ。そうですか、ありがとうございます。俺毎日会社とアパートを往復してばっかりでずっと寂しい思いをしてきたんだけどさ、佐野ちゃんがここに来てくれてから毎日がすごく明るく感じられるようになったんだ。よかった。だから佐野ちゃんにはすごく感謝してるよ。よかったよ。そうなんですか、それは嬉しいです。少しでもお客さんに喜んでもらえるような接客を心がけているので。サロちゃんは本当にいい子だね。でもさ、こんな可愛くていい子だと周りの男が放っておかないんじゃない？気持ち悪い。え、ないよ、全然だとよ。むしろ、せっちゅって感じで。ピンと打ってるサロちゃん。へー、意味深だな、この平和。え、なに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 、すごいなんかガン見されたね。あ、そうだ、今度差し入れを持ってきてあげるよ。差し入れでちか。コンビニで差し入れとかあるの、うん、ほらいつも頑張ってくれるからさ、何かお礼がしたくて。そんな悪いんですよ。俺絶対思ってないや。すごく美味しいケーキ屋さん知ってる。やだ今すっごく。よかったらそれ買ってくるよ。俺のおすすめはチーズケーキなんだけど、うんうん、他にもフルーツタルトとかモンブランなんかもあったりして、いいじゃんモンブラン。どれもすごく美味しいんだ。いい、佐野ちゃんは何のケーキが食べたい？ゴディバの一番高いやつかな。は私は話を聞きながらちらっと林さんの後ろを見た。レジにはまだ会計待ちのお客様が並んでいて、こちらの会計が終わるのを待っていた。めっちゃ迷惑やな。しかし林さんはそれには気づいていないようで、レジの前から動こうとする気配はない。うわ、さあ、さあどうする。そしてまた選択が来ました。話を遮ってレジを優先する。ドン、コンビニに話会話を済ませるではなく、すいません、まだ他のお客様の会計が終わってないので、一度早く出ないともよろしいでしょうか。お急だな。え、これがアメとムチってやつ、ね、あーなるほどね。話に夢中で気づかなかったよ。林さんは驚いたように顔を後ろに向き、他のお客様を確認すると慌てたようにレジ袋を掴んで横に下げた。おー、林さんの人なのか。じゃあまた来るから。めげない林。はい、ありがとうございました。お腹立つな、なんか佐野ちゃんの方が腹立つってきたな、なんか。
ちょっと強引だったけど、なんとかうまく対処できた。でも話を遮っても終わらしちゃったから少し悪いことをした気分になる。しょげいや、でも今は仕事中だし声でよかったんだよね。長話した店長にも怒られそうだし、まあね、私は少し罪悪感を感じながらも今日のシフトを終了させた。おお、無事に3日目。さあまだでも普通ですよ、ね、何にもない。起こってないね。あ、来た。あ、じゃあ3日目のサイさん。あ、まだいい。なんかちょっと元に戻った、元に戻った。よかった。今日は土曜日で授業がないため、た昼からのシフトだ。何気なく見ていた星座占いが最下位だったので、朝から気温を落としつつも、あるよね。最近は気温も暖かくなってきて気が緩みがちだから、再度しっかり気を引き締めないと。自分に活を入れた。偉い。さあ、じゃあ早速。あ、来た。草。あれ草だ。あれ草だ。いやー、サブちゃん。昼からご苦労様ね。林さん、こんにちは。最近暖かくなってきましたね。うん、俺も最近暑くて汗が止まらないよ。スーツ暑いだろ。いつものように商品をスキャンしながら軽い会話をする。うん、昨日は少し焦ってしまったけど、変わりない林さんの様子に本当に目をなで下ろす。それでは合計で524円です。1、2、3。何を数えているんだ。はい、じゃあ600円ではい、こちらお次の76円のお返しになります。小銭を林さんの前に差し出す。林さんはそれを財布にしまいながらニコニコした顔で言った。前から思ってたけど、佐野ちゃんって、いや、これいい人なのかな、林さんは。どうなんだろう、コロちゃんの読み方のせい。そうですか。読み方のせいかも。うん、肌もすっすごく綺麗だし、やっぱり若い子は張りがあって、ね、なんかちょっと変態っぽい。ごくが嫌だな。ねえ、サムちゃんって下の名前なんていうの。え、マナミですけど、それがどうかしましたか。マナミか、マナミちゃんね。可愛らしくていい名前だね。林さんはマナミ、マナミと噛み締めるように口の中で発した。それじゃあ今日のところは帰るよ。ね、えらいね。昨日のマナミって呼んだ今。ちょっと困ってない、マナミちゃん。マナミ。あ、やばいやばいやばい。やばいやばい。それにしてもどうして急に私の名前なんて聞いたんだろう。コンビニの制服の名札には名字しか書かれてないから、まあ単純に気になっただけかな。まあその可能性もあるね、まあ、林はね。まあまあ、お前林の何なんだよ。林は。ただいまの時刻は17時30分、うんうん、あ、もう夕方ですね。品出しや成功在ソロザラパトロジタル5時回っていた。キングイだな、どこから今。あともう少しで家に帰れる。あとちょっと頑張れ。最近は忙しくて暇な時間も少なかったから、家に帰ったら久しぶりにゲームでもしようかな。いいね、ゲームね。何やるのかな。いらっしゃいませ。あれ、まさかまた本日2回目の、うん、わこんにちは。林さん、また来てくれたんですか。うん、ちょっと買い忘れてたものがあってさ。そっか。ああ、なるほど、そうなんですね。林さんは缶コーヒーを一つ台の上に置いた。缶コーヒー、缶コーヒーあれ、確か昼間に来店されてた時も缶コーヒーを買ってたような。すごい覚えてる。私は多少不審になりながらも笑顔を絶やさず会計を続けた。えらい、うん、えらい。それでは合計で143円になります。缶コーヒー、はい、じゃあこれで、ね、自販機で買えば200円ですね。よく見ると200円硬貨に紛れて何か紙切れのような物が混ざっている。まさか。え、小銭を出す時に気づかず一緒に出してしまったのかな。あの、これ何か混ざってましたよ。ああ、うん、いいのいいの。え、まさか古風な、意味深い意味を浮かべてそそそと出て行ってしまった。ナンパなのか。さあ、この紙切れは何なのか。電話番号じゃない、電話番号。ポカンとしながら林さんの背中を見送った。おもむろに紙切れを見てみると何かが書かれている。何か書かれている。連絡、連絡待ってます。ちゃんと LINE なんだ。いや、LINE ID じゃない、ライム ID だからね。ライム ID か。連絡待ってます。ライム ID 林。マジかよ。これは明らかに私宛ての手紙だ。え、どうすんのこれ。もしかしてこれを渡すためだけにコンビニに寄ったのかな。ちょっと、でもどうしよう。18歳だよ、林さん。ここに通ってくれて、まだ新人だった時から私を応援してくれた。私にとって大切なお客様だけど、別にそれ以上の感情は特に持ってない。
だからといって無視するのも悪いし、ね、真面目だな、マナリン偉いね。あ、やばい、あ、来た、あ、店長、店長、6時になった、急にもう上がっていいぞ。お、あ、店長、ん、なんだその髪、やばいぞ、店長は夫人、うん、そうに、うん、私が持っている、うん、髪を、うん、食べた、食べた食べた、ヤギだなそれは。あ、これはその、うん、お店長に相談す る, どうする、髪のことは話さない。どうす る, どうする、ピンクのマナミ、私は店長大好きだから、うん、え、好きなの店長、相談する、うん、おー、実はこれお客様にいただいたんです。私は店長に連絡先が書かれた紙を手渡した。はい、店長は眉間にシワを寄せ、うんざりしたように言った、うん、こんなもの今すぐ捨てろ。おー、え、でもせっかくいただいたのに、切り替えすごいな、いいんですか。お客様との不要なトラブルを避けるためだ。2人のこれからこのイケボ出てる。あれ、毎日来てくれる常連さんです。手紙が無視されたとしたら傷ついてしまうかもしれないし。マダミ、そんなのどうだろう。林さん、林さん、ここはただのコンビニエンスストアだ。そうだな、お客様の個人的な要望にまで応える必要はない。確かに、まあまあそう、マダミ、店長の確かでは、店長の言う通りかもしれない。そうだぞ、いくら常連さんで優しい人でもあくまで客と店員なんだし、きちんと折り合いをつけるべきだ。わかりました、確かに店長の言う通りです。偉いぞ。じゃあそれは処分するということで、うんうん、私が破棄しておく。佐野さんはもう上がってくれ。お、え、いいんですか。君が直接捨てるより私の手で捨てた方がいいだろう。急に優しくない。優しい、ね、ありがとうございます。いや、分かる、佐野さんもしかしたら、あ、じゃあ店長もしかしたら林に連絡するかもしれない。え、そっち、全然やるな、こいつやりそうだな顔してる。そんなことある、全然それは。実は店長も佐野さんを狙ってるんじゃない。その可能性もあるな、うちモテる。私は店長に向かって体を下げ、そのまま後にした。え、何、店長、店長好きなの、いいやつ悪いやつ、どっちなんだ。もう分かんない林。まだ3日目長いよ。私はコンビニを出て自分の家に行って帰っていった。え、怖い。結局あの紙は店長に捨てられちゃったけど、これで良かったのかな。林さん、今頃私から連絡が来るのを待ってたらどうしよう。いや、でも案外全く気にしてないかも。どうかな、連絡先。みんな見て、何、画面のあの右の電信柱の後ろ、何、何もない。何もないんかい。見ちゃったじゃん。何もないんかい。怖っ。人に困ってるだけかもしれないし。それはないでしょ。はあ、私って昔からこうなんだよな。優柔不断で気にしいで、後になって後悔することばかりだ。なるほどね。私がバイトを始めたのはこんな自分を変えたかったからという側面もある。そうなんだ。でも今のところ全然ダメなんだけどね、ま、今更悩んでもしょうがないか。ポジティブだな。何だったんだよ。じゃあもう忘れよ。えら、おやすみ、おやすみ、マナミ。そのまま終わっちゃった、マナミ。あ、4日目、4日目来た、水色のマナミ。いや、水色のマナミ来た、ついに。そう、あれ、水色のマナミ、水色のマナミ、あれ、おはようございます。今日は土曜日で授業もないため昼からのシフトだ。何気なく見ていた星座占いが最下位だったので、朝からの日を落としつつも、いや、マナミンだから、これマナミン、ボーイッシュマナミンだから。最近は気温も暖かくなってきて気が緩みがちだし、再度しっかり気を引き締めないとと自分に活を入れた。えらい。お、いらっしゃいませ。あれ、いや、佐野ちゃん、昼からご苦労様ね。林さんはいつもと変わらず気さくに挨拶してくれた。おー、あー、よかった、昨日の手紙のことは特に気にしていないみたい。連絡先のことについて何も言われなかったことに安堵しつつ、私は会計を済ませる。それでは合計で422円です。はい、じゃあ500円ね。なんなの、林さんは。あれ、500円の硬貨と混ざって紙切れが置かれている。まだ昨日と同じように紙切れが置かれていたので私は少し困惑した。何が、何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 だろう。あ、これなんか混ざってましたよ。急に真面目に読む、あいつ。あ、うん、いいの、いいの。また一緒だ、昨日と。え、林さんは意味深な笑みを浮かべてそそくさと出て行ってしまった。何書いてあるんだろう。怖い、めげず。気になるな。私はポカンとしながら林さんの背中を見送った。なんだろう。おもむろに紙切れを見てみると何かが書かれている。さあ、
なんだろう。なんだ。連絡してよ。ライブ ID だよ。うわ。逃げない。急に林さんが悪い人に見えてきた。いやいやいや、わかんないよこれ。しつこいね。連絡して。ライブ ID。一回断られたらもう諦めるべきだよ。逆にめっちゃいい人なんだよ林さんは。逆に？また。そっか、救ってくれようとしてるの主人公。マジかよ。そういうこと。私が何の反応も示さなかったからもう一度手紙を書いたのかな。正義のヒーローってそうなんよ。どうしよう、さすがに2回も無視するのは良くないかな。いや、店長に捨てろって言われたし心苦しいけどこれも捨てた方がいいよね。私は悩みながらもゴミ箱に紙切りを捨て業務を再開した。さあどうなるこの選択は。いや怖いよこれ。林さんがどうなるか分かんないよね。4日目、林さんがあれ4日目のままだよ。繰り返してループしてる。4日目を怒ってるよ。おはようございます。どういうこと。今日は土曜日で授業もないため昼からのシフトだ。あれ何気なく見ていた星座占いが最下位だったので、朝から気を落としつつも最近は気温も暖かくなってきて気が緩みがちだから再度気を引き締めないとと自分に喝を入れた。いいやつの可能性出てくる。あれそういえば昨日も同じことを言ったような。まだ来た。まさか。こんにちは。林さん。いらっしゃいませ。いやー、サムちゃん。あれ昼からご苦労様ね。同じこと言ってる気がする。なんで林さんはいつもと変わらず気さくに挨拶してくれた。正義のヒーロー林マン。あ、よかった。昨日の手紙のことは特に気にしていないみたい。連絡先のことについて何も言われなかったことに安堵しつつ、私は会計を済ませる。林さんが手が知っている。林さんがタイムリープさせてるんじゃないの。林さんが悪いやつじゃん。逆にその可能性もある。連絡するまでリープさせてるやつ。それでは合計で422円。その能力他に使えよ。はい、じゃあ500円で。また500円渡してる。え、あ、気づいたよ。まただ。花見が気づけるの。気づいた。すごいね、また昨日と同じように500円の硬貨と混ざって紙切れが置かれている。なんだなんだ。私はどことなく違和感を感じながらも林さんに言った。うん、これ何か混ざってましたよ。あ、うん、全く一緒だ。いいのいいのね、全く一緒だ。いや、でも次は林さんは意味深な笑みを浮かべてそそくさと出て行ってしまった。またライブの ID が変えてるのかな。私はポカンとしながら林さんの背中を見る。どうなるの。これ違うこと書かれてあったらやばくない。やばい。今度は林さんが犯人になるのとしたら怖い。そう、私は一瞬躊躇したがおもむろに紙切りを見てみる。うわー、怖い怖い怖い。あれだね。怖い怖い怖い。さあ、ライブはこれ、あれわかるだろ。これ、林さんがループさせてるかもしれない。ね、まただ。やってんのか、あいつ。やばいって。私が何も反応を示さなかったから、正義のヒーロー、林マンじゃないかもしれない。もう一度お手紙を書いたのかな。でも、何回手紙を送ろうと連絡先は交換できない。店長にもすぐに捨てろって言われたし。私は紙切れをくしゃっと丸め、ゴミ箱に放り投げた。これまた4日目来る。また4日目来る、多分。LINE 送るまで一生繰り返すの。そうだよ。うわー、また4日目だ。え、なんか今一瞬さ、うん、え、来ますよ。4日目文字化けしてた。だよね、うん、おはようございます。おはようございます。今日はあー、なんか壊れてる。授業もないため、昼間からのシフトだ。今日も星座占いは最下位だった。なんだか最近同じような日常を送らされている気がする。林さんがモンスターの顔だよ。確かに最近は気温もがようなってきたし、気が緩みがちだし、私はしたって顔をした。壊れちゃってるもんだって、マーミーも。いや、来た。いらっしゃいませ。いや、佐野ちゃん、昼間から林もご苦労様ね。シーンは全然変わらないね。林さんはいつもと変わらず、マーミーがおかしくなっちゃってるもん。気さくにゴロゴロしてくれた。壊れちゃった。それでは合計で422円です。はい、じゃあ500円ね。安定感ある。いつもと同じ、500円おかと子供が髪切れ。まあ、ただずっと同じ景色。 あのこの髪いらないです。やっと断った。あ、うん、いいのいいの。なんなの、なんだろう、うん、やばい。あ、壊れちゃった。林さんは髪を浮かべて出てった。え、
林さん、私はポカンとしながら見えた。すごい読めてる、この文をすごいぞ。これには何かが仕込まれているんだろう。見たくないのに、紙切り見た。怖い。連絡しろ。うわー、早くもないやん。連絡をするの。林さんが一番怖いんだけどね。林さんがさ、あの紙切れさ、本当にさ、うん、あれなんだよね。あの自由帳とかのさ、うん、マス勉強のさ、ノートのやつなんだよ。確かに。手紙じゃないよ。もう確かに。多分ノートをちゃんとハサミとかで切ってる。切ってやってるんだよな、あれだ。連絡しろ。私が何の反応が上がるってから無駄もの手紙を書いたのかな。なあ、私が何の仕事だったからもういつの間にこの書いたのかな。こいつ文字化け読むの上手くね。すごい。私がだからあれだからもう一度書いたのかな。あれは頭が赤いやばい。紙切れをビリビリ破いてゴミ箱に捨てた。なんかどんどん捨て方が変わってるぞ。ね、どんどんなんか荒々しくなって。一回くしゃくしゃに。よよよよし。やばいやばいやばい。めっちゃ繰り返してるよ同じ日。やば。しかも四十何万。若い。やばいやばい。あれこ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 いや、そのちゃん、昼からご苦労様です。怖すぎる。なんで林さんそのままなの。これこっちもらわないか。はい、じゃあ500円ね。怖いって。あ、やめてください。やめてくださいください。あ、うん、いいのいいの。あ、今日も手紙送ってきた。いや、これは迷惑だよ。あ、おかしくなっちゃった。もうなんか怖い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 。相談しない方が良かったのか。えバッドエンド。バッドエンド。あ、そこで相談しちゃダメだった。そうなんだ。連絡待ちループ、連絡待ちループ。ところで何もんだよ。バッドエンドだ。ちょっとゲームオーバー的なね。マジか。さっきの選択肢でバッドエンドになってしまった。もう最初のさ、店長嫌いか嫌いじゃないかみたいなあったじゃん。あったね。もうそこから変わってるのかな、エンドは。どうなんだろう。どうなんだろうね。あ、そう、あ、確かに。どうなんだろうね。林がループノートに使ってるから、林って名前なの。どういうこと。そうなの。反対になっても同じじゃん、林って感じ。ああ、そうね、木がね。そう。どっから呼んでも林なの。はいはい。いや、それは違うね。こう繰り返すとこうやっても同じやん。それ木と木をね。木をこうしてもそうだ。そうでしょ。こうループさせても同じなわけ。まあまあ確かにそうだけど。だから林さんなのよ。絶対深読みしすぎだね。絶対違うって。違うって。バッドエンドか。ということでありがとうございました。イエーイ。おお、ちゃんちゃんじゃないの。生き残るエンド見たいよ。バットじゃないエンディもあるんだ、うん、ちなみにあなたたちこれセーブしてなかったから、それ最初からだ。多分セーブなんてあったの。してよ。いてよ。多分最初からだと思う。これ選択肢データない。ないじゃん。データの旅にセーブしないとダメなんだ。データない。連打しよう。連打しよう。最初は正直嫌いだった。じゃあどうする。最後の選択肢だけ変えてみる。あ、そうするか。そこまで最後まで同じで。確かに。次はレジを優先するだけのセーブ。あ、ここでセーブする。ここでセーブ。ドンドン。ゴー。スキップと。さてさて。そう。連絡するパターン今回はこれ。連絡するパターン。するパターンでいこう。ここでここがファイナル分岐でしょ。多分。そう。あとは店長に相談せずに。せずに。さっきは店長に相談する。来た。あれをやってたんだよね、うん。ここからはちょっと読まないとですね。分岐点なんで。まあ、ちょっと。これは仕事のメモですよ。明らか怪しいだろ、それ。怒られるだろ。学んだことが。動揺してる。溺れかけてない、なんか。ああ、そうか。じゃあそのメモにこれも追加しといてくれ。え？いくら退勤時間に近くても間抜け面でボサッとするなってな。
ちょっと店長やっぱきついな店長きついな。じゃあお疲れ。なんか意地悪だな店長。やっぱあの店長気合いそうだよな。相変わらずだ。でも林さんのことは言わなくてよかったかもしれない。あの店長なら問答無用に捨てろって言いそうだし。自分だったら捨てる？捨てるな。捨てるよね。怖いもん。まあ、相手次第やな。林さんだよ。いやもう捨てるわ。綺麗な綺麗なもう、うん、綺麗な女性の綺麗な林さんだったら、うん、もうなんかなんならもう、うん、今連絡するわ。今その場でその場で LINE をちょっと携帯隠しながら。なんなら業務に関係ないものを持ち込むな。店長に怒られればいいな。まあいいか、もう時間がさっさと帰ろっと。ここがね、連絡するパターンかな。おお、自宅？家来た。こっから連絡するんだ。いや窓開いてるの怖いんだけど。ね、閉めた方がいいよ。ほら開いてる。うわ、林さんそこに出てくるとかないよね。映り込んでたらめっちゃ怖いなあれ。まだ、さっぱりした。バイトは大変だけど、お風呂に浸かった時の心身が癒えていくこの感覚はハマるよね。いいよね、お風呂ね。確かに。洗濯しないと。あ、思い出したか？連絡待ってます。この手紙、林さんからもらったんだ。やめて、林っていう。そういえばポケットにしまい込んだのを忘れていた。この際ちょっと連絡してみようかな。せっかくもらったのに無視するのってやっぱりちょっと悪いしね。ね、そうなんよ。そうね、不器用ない林さんは。私はスマホを拾い上げてライムアプリを起動した。起動したよ。さて。お、あ、出てきた。林って書いてある。お、私はおそらく林さんであろうアカウントを友達追加しメッセージを送ってみた。どうなんだ、どうしよう、自撮りだ。うわー、おじだ、おじ公文ってやつだ。友達追加しました、佐野です。林さんのアカウント合ってますか？追加してくれたんだね。ありがとう、ニコニコ。バナナ上上バナナ上やめろ。何やのバナナ、バナナ上は絶対やめろ。バナナってそういうことか。絶対やめろお前。バナナ上上こんなおじさんだけど優しくクローバーピヨピヨしてくれて嬉しいよ。クローバーピヨピヨ。できればまなみちゃんともっと仲良くなりたいな。何これ、何の絵文字それ。何これ、何の絵文字。おじぎ、座禅してない、座禅じゃないの、ペコリなの。おじぎハートっていうね、このメッセージが返ってきたと。なるほどね。バナナニコニコ。バナナニコニコ。何これ、バナナやめろお前。僕たちも使うぜ今後。バナナ上参考にして。おはようバナナ上にし込んで。おはよう、いいじゃん。赤赤赤赤いよ。すごく気合の入った文章だ。きっと私からの連絡を待っていたんだな。いいことだな、マナミ。その後私は当たり障りのないメッセージを送り、ライムアプリを閉じた。おー、よし、それじゃあ楽しみにしていたゲームやろうっと。私はバイトの疲れを忘れ朝までゲームに没頭した。朝まで、朝まで、朝までゲームするだったのかな。学校大丈夫か。疲れちゃうぞ。4日目、リーヌくん、今日は月曜日、年によって夕方から22時までの仕事だ。朝まで起きてたから。昨日は久しぶりに寝てるね。あれやばいやばい、やばいね、始めるダメダメダメ、起きて、寝不足だ、起きて。今日からまた1週間頑張らないと。あ、来るか、お願い。あ、変なことしない。いらっしゃいませ。やだ。いや、まなみちゃん、先日はライブ追加してくれてありがとう。キモいな。いえいえ、林さんは開口一番嬉しそうに私にお礼をつけた。いえいえ、林さんは毎日通ってくれているし、いつもお世話になっているので。あと、バナナ上上って絵文字なんですか？あ、バナナは僕の気持ちだよ。気持ち悪い。やだ。俺はまなみちゃんに会いたいだけなのに。え、そうそう、この前言ってたやつ持ってきたよ。ケーキだ。ケーキか。え、ですか？どんどん高くなってるな。林さんは取っ手のついた白い箱をカウンターに置いた。前、差し入れ入れるって言ってたあのケーキだよ。買ってきたんだ。ケーキ、そういえば確かにそんなこと言ってたような気がする。冗談だと思って本気にしてなかったけど、まさか本当に買ってきてくれるなんて。そんな悪いですよ。いいっていいって、俺のおごりだからさ。嬉しそう、林さんが。受け取って。林さんは半ば無理やりに箱を私の方へ押し出した。私は困ったように微笑んで林さんの顔を見たが、彼はそれに気づかず満面の笑みで受け取るのを待っている。
本当は業務に関係のないものを言ってくといけないんだけれど、ニコニコの顔が幸せそうなんよ。林さんはもう、そうだよね、私は根負けして箱に入ったケーキを受け取ってしまった。おー、わざわざ来てみて、ありがとうございます。このケーキすごく高いやつで本当に美味しいから、林さんからもらったら絶対に気に入るよ。人なのかな、林さんは、ね、この世界線はどうなんだろう。また明日感想聞かせてよ。ケーキを食べたら、うん、ループしなくなるから、もうその催眠術には乗らなくなる。あ、それとライブもちょっと待って、遮るのやめて俺まだ喋ってるから。私は箱を両手に持ち、一人ポツンと取り残された。ついもらってしまった。こんなところを店長に見られたら間違いなくブチ切れられるけど、そうか不幸か、今日は店長休みにいなかった。あ、休みなんだ。よし、おー、乗り切ったんだ。5日目、いや、あ、繰り返さないか。バイトが終わり帰宅した。夜だ、怖いよ。時計を見ると今の時刻は午後11時半だった。もう夜中だね。だいぶ遅い。もうね、私はけなげに歩いて持ち帰ってきた白い箱を見つめた。もう夜も遅いし、ケーキは明日食べよう。絶対痛んでるって。私は冷蔵庫に向かって歩きドアを開けたが、そこには大量に商品が詰まっていた。もともと一人暮らし用の小さい冷蔵庫を使っているのもあるが、親からの仕送りで大量に届いた商品も未だに消費しきれていないという理由もある。はいはいはい。つまりこのケーキを保存することができない。なるほど。あ、マジか。あれ急に声戻ったな。私は内心げんなりしながらも白い箱からケーキを取り出した。おいしそう急になんかミッキーマウスみたいなやつ。おいしそう。確かにおいしそうだな。ははおかぶるな、かぶるな、かぶるなって。あ、思ってたよりもでっかい。これは私はもっと一人で食べきれるような小さいサイズを想像していたのに、これはそれくらいに食べるような大きいケーキだった。ノリエなんかずっしりしてると思った。何が入ってるかな。しかもチョコケーキか。いや怖いねこれね。何が入ってるか分かんないよ。絶対食べてる途中で甘すぎて口の中が気持ち悪くなるよ。私は想像するだけですでにお腹がいっぱいになりそうだった。どうしよう、やっぱり食べるのやめようかな。さあ頑張って食べるか、食べずに捨てる。え、どうする。食べずに捨てる。林さんを信じるか信じないかだよね。林さんに優しくしてくるルートをたどってるし。まあ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 確かにね。だとしたら食べるだよね。確かに。まあまあまあそうだね。リーヌ食べなかったんだね。食べたいもんね。食べたい。お、食べるか。リーヌ食べよう。食べる。頑張って食べる。まあせっかくいただいたし食べるか。捨てんのはもったいないしね。私は台所からフォークとお皿を持ってきて豪快に食べ始めた。怖い。いいね。直だ。てんてんてん。どうなる。あれ。結構美味しい。美味しいんだ。思っていたよりも甘さが控えめで大人っぽい味だ。さらにそれがチョコレートのコーティングとうまくマッチしている。すごい美食家だな。さすが林さんが絶賛していただけではある。最初はあまり乗り気じゃなかったけど今はフォークを持つ手が止まらない。あれおえ、なに、なに、ええ、半分ほど食べ進めた時私はふと違和感を覚えた。え、中に、ケーキの中に何か入っている。え、なんだろう、怖い。何、私で、私はフォークです。私でな、私でケーキ放りくじやらない。もう僕も噛んじゃったもん。僕も噛んじゃった。私はフォークでその何かをほじくり出してみた。怖い。まなみハッピーバースデー。なんで中にこれ入ってるの。気持ち悪い。それはメッセージ付きのホワイトチョコレートだった。なんで誕生日割れてる。まなみハッピーバースデーとチョコペンで書かれている。え、なんで。普通こういうのってケーキの上に飾るものじゃない。そうだよね。なぜ隠すようにケーキの中に入っているのだろう。なぜなんだ。なにこれ。なぜ。私はなんだか気味が悪くなる。それ以上ケーキを食べるのに。これはきっとただの差し入れじゃない。まあそうだよね、誰でもそう思うんだよ、ね、だってこのホワイトチョコが中に入ってるなんて明らかにおかしい。うんうん、林さんはそれは何らかの意図があってケーキに成功したんだ。お、そう考えたらなんだか急に寒気がした。あ、怖い。
怖いよ。さあ4日目怖いよ。林さんになんかやばいこと。おお5日目5日目に到達した。前回訪れることができなかった。え、降下したみたいな。どうする、さとみくん。ピンクのまなみ、やばいやばい、遅刻する。数分だけ仮眠を取るつもりだったのに完全に寝すぎた。大変大変、やばいよ、怒られる店長に。店長ぶち切れられるぞ。お疲れ。なんとか間に合った。あ、怒っちゃうよこれ。店長が、時間にはギリギリ間に合ったけど、それでも遅いぞって叱られそう。そんな甘ったれもんじゃないぞ多分店長。なるべく気配を消していこう。バレるかな。 おはようございます。ちょっと待った。あ、そうだよね。はい、すいませんでした。昨日のことだけど、お客様から何か忘れたとか。どうしてる、どういう、店長もどうしてる。私は驚いて、声を上げてしまった。どっちか分かんないです。昨日渡されたものといえば、なんで店長さんからの例の差し入れくらいしか思いつかない。なんだろう、もしかして気づかれたのだろうか。なんか予感が。いや、何も渡されてませんよ。絶対渡されてる。私は知らばっくれた。そうか、ならいいかな。ここに来て店長がいいやつの可能性がある。店長が意外とあっさり引いてくれたので、私の胸を撫で下ろした。なんだなんだ、よかった。てっきりバレてるかと思った。いや絶対バレてるでしょこれ。私は制服に着替えようと身を返して歩き出したが、店長はしっかり気づいていたようだ。それでこんな遅刻ギリギリに出勤してきた言い訳は。あ、まあ、そっちの方がね、うん、ダメですよ。そりゃね。およよよおいおいおい言い訳およよおいおいよ。いらっしゃいませ。来るか。うわ、来た来た。いやー、まなみちゃん、怖いよ。あ、林さん、こんばんは。林さんはニコニコしながら言った。なんだろう、昨日のケーキどうだった。すごく美味しかったでしょ。うわうわ、はい、どうなの。美味しくいただきました。昨日のことが思い出される。ケーキは半分残してしまったが、それを悟られないように。よく半分食ったよね。そうだよ、ホールケーキだもんね。具体的にはどこが具体的には、具体的にですか。そうですね、私は少し考えてから言った。チョコケーキですけど甘すぎず、意外と大人っぽい。すごい食レポ、美食家。すごい、うまい、レビューがいい。うん、確かに大人っぽい味だったよね。うんうん、それで他にも。うわ、気になってる。やっぱあの他にも何かなかった。他にもですか。なんだろう、林さんのこの探るような口調は。他に思い当たることといったら、名探偵林ホワイトチョコしかない。ただあの意味深に隠されたホワイトチョコレートの真意について、林さんの口から聞いてみたい反面、その答えを聞くのが怖い自分もいる。確かに怖い。私は背筋に嫌なものを感じつつ、わざと今思い出したかのように言った。言ったのか。ああ、言ったんだ。メッセージ付きのホワイトチョコレートが入ってました。お、どうなる。あれって一体何なんですか。私びっくりしちゃいましたよ。ああ、よかった、気づいてくれたんだ。甘いって絶対。驚いたでしょ。あれは俺が店に頼んでね、個人的に入れてもらったんだよ。個人的に。林さんはさも当然かのように言った。そうだったんですね。でもなんでわざわざそんなこと。ちょっとしたサプライズだよ。笑ってるで。なんで誕生日知ってるの。誕生日なのか、そもそも。そう、確かほら、分かりやすく外についてるよりもさ、食べてるうちに発見した方が嬉しいでしょ。なるほど、それらしい理由だと思うけど、完全に納得するにはまだ不信感が拭えない、うんうん、本当にそれだけの理由だったのかな。それでさ、書いてあったメッセージの内容見た。すごいグイグイ来るね、林さん、急に。はい、確かマナミハッピーバースデーって書かれてました。怖い。というわけで、じゃあ何？林さんはカバンから
シャレにラッピングされた紙袋を取り出した。ちょっと早いけど誕生日プレゼント。誕生日プレゼント？林さんは持っている紙袋を私に渡した。驚いたでしょ、サプライズ成功だね。あっけに取られている私を別の意味に解釈したのか、林さんは早口にまくし立てる。ああ大丈夫大丈夫、お礼なんていらないから俺はただマナミにとって最高の誕生日として思い出に残ってくれたらそれで満足だから。どういう点か。でもさあさあ早く閉まってきな、じゃないと店長にまた嫌味言われるでしょ。そう言うと林さんは辺りを見渡して誰にも見られていないかを確認した。またこれは俺とマナミちゃんだけの秘密だよ。しっかり持って帰って家で開封してね。怖いよ、何入ってるの。怖いよ。それじゃあと私に残し林さんは店を出て行った。怖いなこれ。怖いよ。林さんの気迫に押されて何も言えなかった。言えないよな。とりあえず私は誰にも見つからないように紙袋を。やめるわこのコンビニ。そうなんよ。怖いね確かに。これにしてもまさか誕生日プレゼントまで持ってくるなんて。いやこれ超高級100万円の中で、ね、時計とかなんか。でもやだわ。そもそも林さんに自分の誕生日を打ち明かした覚えはない。本当に知らないのにね。昨日はあまり気になかったけど、なんで林さんは私の誕生日を知っているんだよね。ストーカーじゃない、ストーカー。ストーカー来た。身震いがした。プルプル。怖。7日目で誕生日っていうことか。ああそうだ。今日のシフトを上、帰り支度をしている間も林さんのことで頭がいっぱいであまり力が入らなかった。これドキドキしてるもしかして。濃い濃いなこれ。林さんの存在が私を悩ましてる気がする。そう考えるとしたら、もちろん林さんのコロちゃんの脳が林さんにやられてる感じ。学び最近はどう超えてるような気がする。だいぶ超えてるよ、ね、俺は普通なのに。普通じゃないよ。何も言えずに放置していたらもっとエスカレートするかもしれない。絶対そう。怖い。私が頭を悩ませていると来た店長。店長助けてよ。え、いやマナミ違うろ。違う。お疲れ店長は。店長いいやつなんか。淡白に挨拶を返した。もうこの際全部店長に話してみるのはどうだろう。店長ならきっとすぐにこの問題を対処してくれるはずだ。確かに。もしかしたら林さんに直接注意してくれるかもしれない。注意とかのレベルじゃないよね。でもこうなってしまったのは私のせいでもあるわけだし、絶対に怒られるよね。ぼちぼこに怒られるだろうな。何より今までちょっとずつ構築してきた信用ここで失いたくない。やばい、どうなれ。店長にできないやつだって思われるのは嫌だった。店長のこと好きなのかもしれない。どうしよう。さあ、相談する、相談しない、この2つの選択肢が。これ相談したらさ、絶対連絡取るなってなるじゃん、うん、そしたら林さん怒るじゃん、うん、ループするじゃん、終わるじゃん、うん、もう相談しないか。相談しないしかないよ、生き残るために。でももう連絡取っちゃってるから、うん、自分だったらどうする。自分だったら相談しちゃうかも、うん、俺も相談しちゃうかも。しちゃうかも店長に。で、うん、あのおじと店長を戦わせる、うん、おやば。あなるほどね。怪獣バトル。怪獣バトルすんのか。じゃあ私相談したいわ。そうね、相談する。相談しよう。店長ちょっといいですか。なんだまだいたのか。なんだ。私は今までにあったことを簡潔に話した。話している間店長は黙って聞いていたが、優しい人かもしれないよもしかしたら。私が話を得るとハートため息をついていった。おっと、あ佐野さんさ、そういうことはもっと早く言ってくんない。え、助けてくれる。助けてくれそうじゃない。まあもういいよ、気づけなかった私にも責任はあるし。お優しい。とにかく今日はもう遅いから帰ろう。優しい、うん、優しい店長。優しい。え、それだけですか。何がだ。いや、そのもっと派手に怒られると思っていたので。もちろん言いたいことは山ほどあるがな、説教は全ての問題が片付いてからだ。めちゃめちゃ優しくない。店長、今重要なのはこのコンビニの店長として君の身の安全を守ること。キュンです。店長守ってくれるの。店長意外だ。意外だった。私のことなんて捨て駒の一つにしか考えてないと思ってたのに。ねえそうだよね。ほらさっさと出るぞ、今日は私が送っていく。優しい店長。逆に店長
腸が危ない説ない。え、あるあるのかい。あ、はい、ありがとうございます。じゃあサピー、家まで送ってくはちょっと怖くない？このこれを目撃されて、目撃されてんだこれ。ああ、店長に車で送ってもらって私は家に帰ってきた。入ってくるんじゃないこれ。で胸に感じていた。でも車の方が優しくない？どうなんだろうな。緩和されたようだった。ちょっと怖かったけどやっぱり店長に相談してよかった。ライム来るぞ、ライム。ライムが。いけない、誕生日そのまま持ってきちゃった。え、あ、そうだ。大丈夫それ GPS とかついてない？本当なら店長に預かってもらう予定だったけどすっかり忘れてた。まあいいか、また明日渡せば。なんか見えるのかな。てんてんてん、私は綺麗にラッピングされた誕生日プレゼントを見た。怖い。自分の中に危ない好奇心が湧いてくる。いやー、見落としてる。何が入ってる？気になるよね。私は袋を手繰り寄せると両手で持って重さを確かめたり軽く振ってみたりしたが、私の好奇心はどんどん膨らむばかり。気になるよな。気になる。ちょっとだけなら覗いてみてもいいよね。ポジティブならまだちょっとだけなんだ。私は蝶々結びされているリボンをほどくと慎重に中身を取り出した。さあさあ、なんだろうこれ。え、アルバム？怖い怖い。ええ、アルバム、サノスメモリー。 怖い怖い。出てきたのはピンク色の可愛らしいアルバムだった。え、なになに。表紙にはサノズメモリーと書かれてる。そんなアルバムを作るような写真とかないよね。盗撮？サノズメモリー。私は内心嫌な予感がしながらもそっとアルバムを開いた。サノズメモリー、なにこれ。え、アルバムには私の写真が収められていた。完全にストーカーです。これも私がコンビニでバイトをしている最中に撮られたものらしく、おじさん、私を影から撮った写真や外にヤバストーカーやん。私を離れた位置から隠し撮りしたようなものまで全て記録されていた。私は知らないうちに林さんに盗撮されていたのだ。いや、怖怖、やばい。私は言葉が出なかった。なんでもっとこのことに早く気づけなかったんだろう。林さんは毎日来てくれるただの優しいお客さんだと思っていたのに、さすがにこれは状況を逸脱している。そうだね。私は今まで見てきた林さんの現霊が打ち砕かれていくのを感じた。明日もまだバイトがある。きっと林さんもお店に来るだろう。うわ、怖。そうなったら私は一体どんな対応すればいいの。私はアルバムを放り出し逃げるようにして布団にくるまった。これ来るぞ家に。来て初めて林さんに対する興味を感じていた。いや、でもこんだけ写真撮ってたら家も分かってないよね。怖い。遠くから窓が怖い。遠くから覗いて、やだ、絶対ライムだ。そっから誰だろう。え、知らん。誰でもいい。今はとにかく誰でもいいからそばにいてほしい。私は救いを求めて立ち上がりスマホの画面を見た。すると、すると、俺からの誕生日プレゼント気に入ってくれたかな。はあ、もう嫌。はあ、私は今度こそ頭から布団をかぶり震えながら一夜を過ごした。おー、6日目。うわ、6日目来た。これやばいよ。どうなる？頼む、救われてくれ。じゃあ黄色の、黄色のマナミ。結局昨日はよく眠れなかった。そう、寝不足みたいになってる。かすれてるな。私はコンビニに来て早々店長に盗撮されていたことを話した。店長は警察に被害届を出すことを提案してくれたが、本音を言えば警察に話したくなかった。いや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 、すぐ警察の対象がいいよ。特に住んでいるお父さんやお母さんに心配をかけさせたくないし、うん、危ないな。そんなことを大きくしたくないという意味で、間違いない。確かに盗撮は犯罪だけど、分かりやすい実害は出ていないし、出てからじゃ遅いよな。私さえ我慢すればいいだけの話だ。よくないよ、この思考回路は。今ならまだ話し合いで解決できるのではないか。無理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 。私が真剣に林さんにやめてほしいと伝えれば、無理無理、きっと分かってもらえる。そんなことできる？無理だよ。だって相手はループさせてくるの。まだ私の中に、強すぎるだろ相手。私の中にはまだ、魔術師だから。応援してくれたあの頃の林さんの姿を忘れられないでいる。私のこの考えはきっと甘いのだろうけど、甘いよ。もう一度だけ林さんと話し合ってみよう。甘い甘い。そしたらきちんとやめてもらおう。無理。そんなできるわけないだろう。やだ、もうやめてこんなこと。私は時を止めれるんだ。まなみちゃん、会いたかったよ。本当だ。最近ライブも送っても全然返信くれないからさ、すごく寂しかったんだよ。林さんはいつもと変わらずニコニコしながら話しかけてくる。
さっきはきちんとやめてほしいと伝えることを決意したけれど、やっぱり対面すると緊張する。私は軽く深呼吸をして気持ちを落ち着かせた。あの林さん、いいのか。うん、どうしたの。まなみちゃん元気がないよ。私は林さんの目をまっすぐ見つめ訴えかけるように言った。林さん、もうこんなことはやめてください。そうだね、言えた。言えたね。うん、ライムとか差し入れとか誕生日プレゼントとか。逆上してこないが怖いよね。そういったものをくれるのはすごくありがたいし嬉しいです。でも私と林さんはただの店員とお客さんであって、それ以上の関係ではないはずです。だから私は林さんに戻ってほしい。純粋に私のことを応援してくれたあの時の関係性に戻ってほしいです。え林さんは目を丸くして私を凝視している。こんなにはっきり自分の意見を言ったことはなかったから、さっきと林さんは驚いているのだろう。でもどうか林さんに私の思いが届いてほしい。どういうこと言った通りです。林さんには辛いかもしれないけれど、これが私の正直な気持ちです。分かってくれるかな、さん。どうなんだろうか。そっか。お？長い沈黙の後、分かってくれるのか。林さんが静かに口を開いた。そんなわけないか。そういうことだったんだ。え？二人の間に緊張感が走り、空気が張り詰める。私は思いをちゃんと、私の思いはちゃんと伝わったのだろうか。分かったよ、まなみちゃん。今まで気づかなくてごめん。怖い。林さん、分かってくれたんですか。やったか。うん、俺自分のことでいっぱいで、まなみちゃんのこと何も考えてなかったよ。分かってくれた。私は感動して泣きそうだった。やっぱりきちんと話せば分かってくれるんだ。最初から警察に行こうともできたけど、こうやって私の思いを受け入れて考えを改めてくれた。それだけでもこう話し合った価値はあったのだ。本当か。どんな反応をされるか分からなくてずっと怖かったけれど、勇気を出して話してよかった。それじゃあ、うん、俺も本当に行くよ。林さんは、林さん、悲しげにつぶやいて、もう行ってしまうんですか。なんでもう行ってしまうの。間違いない。声を上げ出しながらこちらを寂しげに微笑んだ。さっきまでもう本当に嫌だ言ってたのにね。俺がここにいたら迷惑だろう。そう、分かってくれてる。お、林さん、林さん、林さん。彼は店から出ていった。林さん、ちゃんと怒ってくれたのかな。これで良かったんだよね。うん、最後の林さんの寂しげな顔がフラッシュバックする。私の思いが伝わったのは嬉しい。だけど林さんがいなくなった店内はいつもより味気なく感じる。私はなぜか林さんのどこか遠くに、私はなぜか林さんがどこか遠くに行ってしまったような気がして、誰もいなくなって外の風景をじっと見つめていた。恋してる感じのやつだよ ね、これに関しては。急にマナミンが、マナミどうなるんだ。林への思いを綴って、本当に送っていかなくてもいいのか。優しい。はい、もう終わりましたから。いやいやいや、今日のシフトが終わり、私は店長に先ほど会ったことを話した。もうプレゼントを渡されたり盗撮されたりすることもなくなるだろう。でもあの客がそれだけで納得するとも思えないがな。うん、私は信じています。林さんを信じるか信じないかの、分かってくれるって。そうか。マスクに見えづらかったが、店長は一瞬笑ったような気がした、うん、それじゃあお疲れ様です。何でもない。何何何何何何だと思う。またな。え、
なんだろう。俺は、うん、終わったな。本当にそうだと思う。店長よ。店長。終わったなって。終わったな。はい、お疲れ様でした。怖すぎるだろ、終わったなって。あれ、違う。僕は、うん、あの棚じゃなくて、うん、ちょっと滑舌悪くなっちゃったんだけど、うんうんだなもあつ森あつ森あつ森の店長だなもそっちかそっちかなわけないだろ。キャロで出口へ向かう。行くんだなも行くだなも。その間も顔に出るのだけを抑えられない。ねえ、まなみ声は小さかったけど確かに聞こえた。店長だなも成長したな。成長したな。成長したな。ふざけんなよ。終わったらでもないし、だなもでもないし。だなもじゃないのかよ。成長しただなも。成長したななんて初めて言われた。普段はすごく嬉しい分、その店長に褒められると2倍嬉しい。まるで一つのゲームをクリアしたかのような満足感だ。トゥルーエンドもしかしてこれ。私は自然とあなたを歌っていた。トゥルーエンドかな。ここらの卒業の可能性ある。明日誕生日だけどね。きっとこの先たくさん失敗してたくさん怒られてたくさん迷惑をかけるだろうけれど、その分たくさん成長して、いつか私の人を助ける側になりたい。それが私のいいことだ。それが今の私の夢だ。その夢を叶えるために、うん、ここのコンビニはもっとお世話になるだろう。私は未来への希望を胸に弾ませながら、うん、自動ドアの先へと一歩踏み出した。こんな感動的なんだろうね。踏み出して、その先に何も怖いことはない。いやいや、まあ、そこはそう。えコンビニに来る常連さん。やったやん。ハッピーこれ。マジ？嘘。え？うわ。まなみちゃん。あ。帰り道だ。やっと出てきてくれた。俺、まなみちゃんにあんなこと言われてすごくショックだったよ。でもさ、俺、わかってるから。俺のまなみは、あんなこと言わないって。何？あんなこと思わないって。どうせ店長に脅されたんだ。俺とまなみの仲を引き裂くために無理やり言わされたんだよね。そういう思考回路になっちゃうんだな。違う。ああ、かわいそうに。俺が守ってあげればよかった。俺がさっさとあいつを始末しておければよかった。私は叫びたかった。恐怖で声が出る。一秒でも早く逃げ出したのに体が拘束してその場から動けなかった。でも安心して、これからは俺がずっとそばにいてあげるから。いやだ、怖。俺がそばにいてずっと守ってあげるからね。え、終わったな。終わった。やっぱ終わった。これ終わった。やっぱ終わったのだったんだ。私の腕を掴むと、え、車だって。ものすごい力で車の方へと引っ張った。危な。このまま私は車に乗せ吊り去るつもりだし、いやこれね。やばい。店長助けに来ます。店長来る。ガチ？え？正義の二度。多分来る。来る？多分店長、カモン。信じた私がバカだった。人はそんな簡単に変われる生き物じゃないのに。間違いね。世界はそんな単純にはできてないの。助けて。助けて。店長。誰か。店長。誰だこれ。青いか。店長だよこれ。彼女を話せ。店長。店長お前ら最初店長嫌いっつってたらやりたがした。店長お前らクソ店長。大丈夫か。私は店長の手で私の前と立ちはだかり、目線は林さんの方へ向けても私にどうなっちゃうの。なんだよお前は。また俺の邪魔をしに来たのか。邪魔なのはお前の方だ。店長は林さんを睨みつきながら言う。うちの従業員を連れ去ろうなんて、これは立派な営業妨害だ。かっこいい。かっこいい。何を言っているんだ。俺はただ恋人としてまなみを家に送ろうとしただけだ。もう完全に悪役なんだよ。
俺の何がいけないんだ。当然のことだろう。恋人、それはおかしいな。店長は落ち着いたトーンで静かに、だけどシーンのある透き通った声で林さんに言い放つ。もし本当に二人が恋人なのだとしたら、どうして彼女はこんなにも怯えきっているんだ。かっこいい。林さんはハッとして私の方を見て、私はあなたに払わなくなると思います。店長の後ろでじっと息を潜め、何をやっているんだ。そいつから離れこっちに。これで僕この回で嫌われない。そいつから離れてこっちに来い。いや。どうした？なんで動かないんだよ。林さんは両手を広げて、フルボイスだったの。ほら、こっちにおいで。一緒に帰ろう。お前と一緒に帰るやつなんていない。いい加減目を覚ませ。かっこいい。うるさい。お前は黙ってろ。お前がマナミを洗脳してるだろう。重すぎるだろう。マナミは、俺のマナミはこんな子じゃなかった。いつも明るくて元気で俺のことを笑顔で受け入れてくれた。マナミだけが俺を愛してくれた。それなのにお前がマナミを嗅いでしまったんだ。なんであんな何かを取り出し熱演してるんだ。なんで。うわ、鈍い色に光るナイフだった。ひぃ、林さんはナイフをこっちに向け、不敵な笑みを浮かべる。林そうだ。怖いか。お前怖いわ。お前のことは前から目障りだったんだよ。ちょうどいい、ここで始末してお前。林さんがゆっくりこちらに近づいてくる。まるで獲物を確実に捕食するために狙いを定めているライオンのように一歩一歩近づいてくる。彼に宿るその凶悪な目つきが、これは冗談ではないことを物語っていた。殺される。佐野さん逃げろ。店長、かっこいい。店長。店長が私にだけ聞こえるように小さく話す。早く走って誰かに助けを求めるんだ。店長の額に汗が浮かんでいた。店長、自分が犠牲になっても私を逃がすつもりなんだ。嘘。私のせいで店長が殺されるなんて嫌いだって。そんなの嫌って言ってたのに。店長を見捨てて逃げるなんてできるわけない。そんなことをしたら私は一生自分を許すことができなくなる。ずっと後悔し続ける。私は固く目をつぶり、全身に力を込めて言い放った。言葉。林さんなんて大嫌い。林さんなんて大嫌い。突然の私の大声に驚いたのか、林さんの動きが止まった。その瞬間、キャーという叫び声が響き渡った。どうやらコンビニから出てきた女性客がナイフを持った林さんを見て叫んだらしい。よかったよかった。その声につられて続々と人が集まってくる。チンショー。林さんは悔しそうにナイフを下ろし、自分の車の方へ走って逃げていく。覚えてろよ。いかにもな。そう言って林さんは急いで車に乗り込み、恐ろしいよ、そのまま急発進して逃げていった。助かった。私は緊張の糸が切れ、その場にへたり込んだ。
間一髪だったな。かっこいい。優しい。店長は私の方へ向き寄る。よかったな、マナミ。大丈夫か。はい。店長が助けてくれたので。嫌な予感がしたんでな。たまたま様子を見に来てよかったよ。確かに今日休みだったのに。店長は額の汗を拭いながら言った。私は自然と涙が溢れ出てきて、その場でボロボロと泣いてしまった。怖いよな。本当に本当にありがとうございました。そして本当にすみませんでした。謝る必要なんてない。佐野さんは何も悪くないだろう。でもだんだんと今起こったことの事実が湧い今起こったことの実感が湧いてきて、私は罪悪感で押しつぶされそうになる。奇跡的に助かったのだけれど、あと少しで店長が殺されるところだったのだ。私のせいで、私が林さんを信じようとしたせいで、私の頭の中には後悔しかなかった。君は少々真面目すぎるな。何このイラスト。なんだこの絵は。私は涙を拭いていた手を少し休め、目線を上に上げた。そこには私を見つめている店長の顔があった。いつも通りのマスク姿で表情はわからないが、どことなく目の奥が優しい気がする。店の従業員を守るのは店長として当たり前のことだ。店長、今あった出来事も君が罪悪感を感じる必要はどこにもないし、私も君を助けるために行動したことを後悔などしていない。なぜならただの店長の責務としてやるべきことをやっただけだからな。だからもう泣くな。佐野さんは何も悪くない。店長かっこよ。店長、佐藤くんの声も相まってかっこよ。林は林も頑張った。いやまだ終わってないでしょこれ。でも7日目そうだよ、7日目だと思ったか。私たちは無事だ。やっと学び。林さんは殺人未遂の容疑で指名手配され、後日自宅にいたところを逮捕された。ヒェイ、のんきに、のんきに自宅にいたやつ。なんであいつ。その他にも盗撮や盗聴、まあ、ラビのアルバム作ってたんだよ。警察はさらに調査を進めてくれている。今回の件で私は心に深い傷を負い、一時的に実家へ帰省し、これがいいね、療養することになった。今でもたまに悪夢を見るけれど、とにかく今言えるのは二人とも無事でよかったということだけだ。あ、よかったよかったよかった。おお、これはちょっと また来ない。俺はまだ生きている。誕生日迎えなかったんだ結局。遊んでくれてありがとう。おもろかったな。面白かった。遊んでくれてありがとうございます。林さんがさ、最初にループエンド入ったやん、入った。あれって林さんの能力みたいになってたけどさ、そんな能力あったのか。3ヶ月後。なにそれ。3ヶ月後。なにこのアングル。あれ、次お客さん側の。ねえ、そうだよね。ねえ、店内に入るとあの馴染み深い BGM は聞こえてきた。それを聞いた途端、一気に懐かしさが込み上げてくる。帰ってきたんだ。このコンビニにお客様として来たのは一体いつぶりだろうと。なるほどね。私は買い物かごを手に取り、久しぶりに店内を見てみた。林さん働いてたらめっちゃおもろいよ。こんにちは、まなみ。俺だ。うわ店長。うわ、でもこれさ、おはようございます店長。佐野さん、これお客さんとね、店員さんだからな、ね、結局。店長は目を丸くして私の顔を見た。一体どうしてここに。実家へ帰ったんじゃなかったのか。また大学に通い始めるんです。今までは休学してたんですけど、そろそろ再開しないといけなくて、それでまたこっちに引っ越してきました。私は少し照れくさそうに微笑みながら答えた。そうか、あれから体調は大丈夫だったか。はい、だいぶ良くなりました。まだたまに思い出しちゃいますけど。まなみ、そうなのか。怪しい。まなみ、怪しが出てきた。いつでも来るからな。少しの間、沈黙の時間が流れた。店長は黙々と買い物かごの中の商品をスキャンしている。
私は軽く深呼吸をしてから意を決してまた話し始めた。あの、私改めて店長にお礼を言いたくて、その、あの時は助けてくれて本当にありがとうございました。私は店長に向かって深々と頭を下げた。ああ、だから礼は別にいいって再三言ってるだろ。店長は呆れたように言った。なんだ、まさかそれだけを言いにここまで来たんじゃないだろうな。いや、それだけじゃないです。もちろん今の言葉を伝えに来たのもあるんですけど。それなら早く言え。店長は手際よく会計を終わらせ、生産済みの商品が入ったレジ袋をカウンターに置いた。私はそれを受け取りながらもまだレジ前から動けないでいる。私のこの胸に抱いている気持ちをなんていう言葉で表現すればいいか。ドキドキしちゃってんだ。恋だよ。恋だ。好きなんだよ店長が。ちゃったんだこれ。ただ久しぶりにここに帰ってきて強く感じた思いがある。それはやっぱり私はここのコンビニが好きだということだ。お、私はかすかに震える指先を胸に当てながら店長の目を見ていった。うわ、エモ。もう一択。またこのコンビニに来てもいいですか。店長は少し呆気に取られながらもふっと笑って答えた。当たり前だろ。かっこよ店長。かっこいい店長。あれ、え、入ってきた音、出てた音、これマナミ。怖いって。こんにちは。私はコンビニを出て3ヶ月ってさ、ちょっと出れそうだよね、なんか、ね、え、でもさ、いろいろさすがに殺人のあれだったら、ね、殺人未遂、盗撮盗聴で、うん、無理か、3ヶ月前は毎日会っていても何とも思わなかったのに。よくもやってくれたな、あの時は。今は店長と話をするだけで、なんでこんなにも胸がドキドキするんだろう。私は今になって毎日コンビニに通っていた林さんの気持ちがちょっとだけ分かったような気がした。第二の林さんになった。第二の林ない、そのルートない。店長ハッピーエンド。一番いい終わりじゃん。エンド5、これユリということで、はい、この人、うん、エンドユリなので、うん、この人、店長、うん、女の人、女の方です。え、これ店長女性なの。店長女性だったんだ。女性の方です。なるほどね、クールな女の人だったのか。そうだったんだ、イケメンだね。イケメンな女性の方ということで。そうなんだ、え、うん、超かっこいいね。じゃあ助けてくれたのよりね、あの中でね、バナミ、バナミ、6ヶ月後、6ヶ月後。もうない、さすがにない。林さん、いい人エンドはないんだ。じゃあ、さあ、ということで、はい、コンビニに来る、ね、常連さん無事ハッピーエンドということで。楽しかった。よかった、楽しかった。いや、面白かった。コロンの林さん、うますぎて。林さん、うますぎ。本当に僕、これでなんか嫌われないかなと思う。すごい心配して、憎たらしいみたいな。お前来んじゃねえよみたいな。林さん動画閉めて。ということで皆さん本当にね、ありがとうございました。林さんもありがとう。次はコンビニに来る林さんでお会いしましょう。また見てね。助けて助けて。じゃあ最後はせーので、おつぷりで締めましょうか。せーの、まなみおつぷり。まなみ逃げて、絶対助けるからな。ストプリファミリークラブ。ストプリの公式ファンクラブ、ストファミではチケット先行受付が可能。俺たちに直接会えるライブのチケットに最速で申し込めるよ。僕たちにいつでもファンレターが送れるお手紙ボックスも用意してるよ。みんなたくさん送ってくれると嬉しいな。マイルームで設定しているメンバーからメールが届くファミメールも見逃せない。さらに会員限定のグッズ販売や、ここでしか見られない動画や写真も。俺たちと家族になってストファミで一緒に楽しい時間を作ろうね。せーの、コスプリ